曜午前10時サーフィングするお待たせしました。間に合いましたか。下川町の教育委員会に宅配業者が急いで持ってきたのは一つの段ボールです。中に入っていたのは野球のグローブ。右利き用が2つ、左利き用が1つ、そして1枚の写真も同封されています。あの大谷選手からのプレゼントがついに北海道にも到着したのです。グローブは大谷選手のカスタムグローブをジュニア用にデザインした特注品で、大谷選手のサインもプリントされています。グローブが届いたわずか30分後には小学校の終業式ともあって急いで学校に届けられました。冬休みに入る前にギリギリ間に合いました。まさにクリスマスプレゼントとなったグローブ、いよいよ子どもたちに披露です。憧れの大谷選手から届いたプレゼントに目を輝かせていました。昼休みになると子どもたちは早速グローブのもとに集まっていました。すごい履き心地いいし、スベスベです。スベすごい。将来の夢は大谷選手。大谷選手野球しようぜ。野球しようぜ。子どもたちにもどんどん野球好きになってもらって、野球を楽しんでほしいなっていうふうに思います。大谷選手からのグローブは鹿部町の小学校にも届きました。グローブに同封されていた大谷選手からのメッセージが読み上げられました。このグローブが私たちの次の世代に夢を与え、勇気つけるためのシンボルとなることを望んでいます。野球をしようぜ、大谷翔平。教室にいる児童全員がグローブに触れて喜びを分かち合っていました。そして待ちに待ったキャッチボールです。大谷選手の考えや意思がなんかそのグローブに詰まってるような感じで、履いてみてすごくずっしり重たく、グローブもらったりして、嬉しかったので真面目に本気で取り組んでいきたいと思ってます。大谷選手が2016年度に日本ハムファイターズの応援大使を務めた幕別町にも、正午ごろ町内の小学校9校分のグローブが届きました。はい、はい、しっかりグローブ立てて。幕別町の小学校で練習する少年野球チームです。すでに長期休暇に入っているため、グローブを手にできるのは冬休み明けとなる見通しですが、野球少年たちは心待ちにしていました。大谷翔平選手のグローブが今日届きます。我々の学校もそうですけども、十勝全体ですごく野球人口が減ってきているので、これをきっかけに野球人口増えて野球をする子がもっと増えてくれたらいいなと思います。はい、クリスマスに大谷選手から贈られたプレゼント、このグローブは来年3月にかけて全道の小学校に届く予定です。大谷翔平選手ありがとう。